2台突っ込んでくるぞ。第一コーナーエヴァ4が後ろにつけてる。なっ、いくらコーナーで頑張ったところで、所詮86は86だろうが。勝つか負けるかなんて走ってみなきゃ分かんねえ。凌介とやる前にこんなところでのつまずきは許さないぜ。ムカついて仕方ねえぜ。くそ。86なんかの後ろをちんたら走ってなきゃならねえんだ。すぐにケツに使えてログに踏みやしねえ。フラストレーション溜まりまくりだ。俺とエボ4の辞書には全開って言葉しかねえんだ。こんなポンコツ相手になんでシミュレーションするなんだ。そこまでするほどの相手じゃねえぜ京一。勝負を忘れねえよ政治。それにしてもこのイラつきはなんだ。ムカついて仕方ないぜ。なんで俺はここまでイラついてんだ。アキナのコースではこの直線が一番長い。抜こうと思えば軽々と前に出られるぜ。ストレートの遅さにじれて前に出たらダメなんだ。くそったらや我慢できねえ。そのパターンでみんなやられてる。兄貴さえもな。前に出たら負ける。そうだ、わかるかケンタ、この矛盾が。くぅ、いっちまえ。シミュレーションする以上なくたってよ、キョウイチ。母ちゃん文句ねえんだろうが、母ちゃん。はえ。見てけ、格の違いを思い知るな、これからだ。このままハイテンションの全開走りかまして、バックミラーから消してやるぜ。見てろよ、八六。ハイスピードで突っ込んで全開で曲がる。ポンコツ FR の低次元のカニ走りとは根本的に違うんだ。せいぜいよく見ておくんだな。もっとも見える距離にいればの話だね。近くにいるわけねえな。遥か後ろだ。何？離れるどころか張り付いてやがる。
そんなバカな、俺のドリフトについてこれるのか。想像以上にやってくれるじゃねえか。そういうことかい。ムカついてた理由はストレートでアクセルを開けられないフラストレーションなんかじゃない。本当の理由は86の後ろへついて走ってる時からうすうす気がついていたんだ。認めたくはねえが、俺の方がコーナーではわずかに遅いんだ。ここまではなんとかついていけてる。振り切れない理由はもう一つある。この辺りはアキナのコースの中でも直線が短くてパワーの差が出にくいんだ。だが見てろ、これから先のハイスピードセクションで今度こそバックミラーから消してやるぜ。ランエボ使いのプライドにかけてもぶっちぎる。だらだらとスピードの乗るストレートのゾンツキには必ずヘアピンが来る。それが峠のお約束だ。ほら来た。これから先は車の性能じゃなくドラテクで差をつけてやる。あ、早い。やっぱ早い。すげえ速い車だ。すげえ迫力だ。まるで WRC みたいだ。やるか、溝落とし。どうやって曲がったんだ。さすがにきついぜ。だがタイムロスはほとんどないはずだ。どんな車だってこの5連ヘアピンはガクッとスピード落ちる。あれだけ差をつけて86に追い上げられるようなことは何？何があったんだ？そんなバカな。86を振り切れないだぞ。俺のテクとパワーでもか。何なんだこれは。やろう、ふざけんじゃねえ。これほど走るとは考えてもみなかったな。ディープだぜ、ダウンヒルってやつだ。
速い。なんて速い車だ。ブレーキングから突っ込みにかけては差を詰めてくるぜ。だがそれはこっちのフロントタイヤが垂れてきたせいだ。所詮86だぜ。コーナーからの立ち上がりは呪い。突っ込みで追いつかれても立ち上がりで突き放せる。前に出て正解だぜ京一。俺がとんでもないミスでもしない限りこのバトルは 100% もらった。早い。今までバトルした車の中ではコーナーからの立ち上がり加速は一番だ。食いつけない。パワーが違う。初めてだこんなこと感じたのは。溝落としても立ち上がりで置いていかれる。この加速力の差をカバーするにはあいつよりずっと速いスピードでコーナーから飛び出すしかない。そうすれば次のコーナーの入り口で並べる。仕方ない。高橋涼介とやった時のあれやるか。溝落としパート2。立ち上がり重視の溝走り。勝負は橋の上のコーナーの一個手前。限界ギリギリのスピードで突っ込んでうまく溝に落とせるかどうか一発勝負だ。うん、なんか俺いつもと違うな。八六は後ろだ。もうこの先はねえ。え？ 86 は消えた？え？なんだそりゃ。86がコーナーの立ち上がりでエボ4に追いついた。何が起こった？終わりだ。陰に疲れた。解体や寸前のポンコツの自社だってその速さは何なんだ。くそ、タイヤが言うことを聞かねえ。くそったのや。とんでもないバトルだぜ。この後どうなっちまうんだ。どうにもならない。これで決まりだ。コーナーの入り口で86が並んだ時に勝負は決まったんだ。もう一度抜き返すチャンスなんかねえ。なんてこった。つくづく思い知らされた。とんでもねえやつだぜ藤原拓海。初の構えだ。初の戦ったぞ。